先順位。どうもじゃ篠原です。今回は、数学の優先順位理系編ということで、数学のありとあらゆる分野いろいろあると思うんですが、理系は何から着手するべきなのかということについて話したいと思います。でね、篠原と、おいお前文系だろうというふうに思うかもしれませんが、実際俺こちらですね、数学検定の準一級を持っています。で、数学検定の準一級っていうのは、まあ、理系の数3までを含めたのが試験範囲で、まあそれに受かったということで、まあ数3まで俺は分かってるよというところですね。で、あと京都大学在学中にですね、大学1年生の時に京大の数学の授業は95点と100点だったかな、だったんですよ。まあだから俺自身それなりに数学に関しては分かってるよと。で、さらにこちらですね、俺の生徒、まあ医学部医学科現役合格していたりだとか、こちらですね、まあ京大にもね、俺の生徒理系合格しているよというところで、まあまあ、理系数学に関しても分かっている人間が語る数学の優先順位というところですね。早速1位から行っていきましょう。第1位、微積ということで、もうね、微積が第1位、圧倒的第1位です。で、これに関しては数学2じゃなく数学3の微積であることは、まあ、言うまでもないと思うんですが、数学2でつまずいてる場合は数学にも含めになります。なので、まあ、あえて微積という大きい括りで言わせていただきました。もうね、微分積分が分かってないってなると結構もう致命傷というか、まあ理系数学はもう無理ですよ。なので、もう微分積分は絶対できないといけない分野になります。で、確かにね、例えばですけど、なんか微分係数の定義みたいなやつを使って解くやつあるじゃないですか。っていうところは確かに難しいです。だから、まあやりにくいっていうところもあるかもしれないし、あるいは回転体の体積とかね、なんやこれと、何やっとんねんって思うところもあるでしょう。だから、そういう応用的なところはまあ、できなくてもいいかもしれないけれども、単純な計算でわちゃわちゃってどうにかするよっていうところに関しては、これはできないといけないところになります。だから、置換積分とか、そういうのも含めて計算のテクニックですね。これはできる状態にしていただいて、なんとかかんとか微分積分に関してはそれなりの勉強をしていただきたい。まあ、とにかく微分積分は絶対にできるようにしてほしい。絶対必ずできるようにしてほしい。これが、まあ、理系の数学の、もう、モストプライオリティというか、一番大事。もう絶対できないといけないっていうのが、まあ、このね、1位の、まあ、微分積分になります。第2位、確率ということで、まあ、確率はね、大事っすよ。うん。で、まあ、これはね、なんで第2位かなんですが、おそらく忘れてると思うんですよね。普通にこの数学の勉強をやっていくと、まあ、数学 1A でやったことってほぼほぼ忘却の彼方なわけですよ。で、まだね、数学1の大事な2次関数に関するその場合分けだとか、あるいは、まあ、数学2でやる微分積分とかは、まあ、ここら辺で出てくるんでいいんですけど、確率に関しては出てこないと思うんですよね。ずっとしばらくこう勉強していったら、まああんまり出てこないと、せいぜいその、まあ数列というか極限のところでまあ多少出てくるかなとか、そんぐらいだと思うんですよ。で、まあその、全化式と絡みでね、出てくるかなとか、そんぐらいだと思うんですが、忘れるでしょ。忘れるんですよ。で、よく出るんです。確率に関しては非常によく出るので、まあこれはできるようにしていただきたいと。確かに模試とかで、まあ時々復習したんでできるようになってるとかね、あるいはもうすでに一発目習った段階で確率に関しては理解できてるという場合は、まあそれで OK なんですが、そうじゃない場合はですね、確率に関してはできるようにしないといけないっていうところになります。なので、まあ第2位、確率ですね。ちょっとでも怪しいな、やばいなと思ったら、復習をしてもらえたらなと思いますし、まあ何よりよく出る上に難しくもしやすいんですね。微分積分も難しくしやすいように、確率に関しても難しくしやすいんですよ。もう難しくしようと思ったら何ぼでもできるっていうところになりますので、やっぱりそれなりに勉強しておかないと、理系だと二次数学も使うと思うから、まあ厳しいかなっていうところになってきます。第3位、ベクトルということで、ベクトルは、なぜか、これはですね、まあよく出るからになります。二次試験でよく出るからということで第3位としてベクトルを指定しました。で、まあベクトルに関してはね、もうある程度ね、数学 B でやったということでできるって人もいると思うんですけど、二次レベルに対応できるのかっていうのはちょっと見てほしいなと思います。だからこれまでチャート式とかフォーカスゴールドとかで、まあある程度勉強しましたと、はいはいやりましたよっていう風になって、でその後数列をやったりとかして、でさらにその後まあ極限に入って微積ってなるとこっちメインになっちゃって忘れてると思うんですよ。で、まああんまり言われないとやらないところでもあるし、まあ模試とかでもね、そのやらないって思ったら削ることもできたりとかするんで、選択問題でこうやらないってできたりとかもするんで、数列逃げたりとかできたりとかね、しますので、
意外と忘れてるんじゃないかなって思います。で、二次ではよく出ます。あのベクトルに変わる分野ってないんですよね。つまり、まあ確率はね、まあ例えばですが確率全化式っていう括りで出したりだとか、あるいはまあ一歩手前の場合の数っていう括りで出したりとか、その別の分野でこの確率の知識を問うってこともできますが、ベクトルに関してはもうね、あのベクトルしか出しようがないので、まあまあ、独立している分野で確立されている分野でもあるし、かつちょっとね、こう手がつきにくいというか、結構こっちが忙しくなっちゃって手出しできてないっていうところもあるのかなということで、第3位、ベクトルとさせていただきました。第4位、数三のその他ということで、複素数平面と式と曲線ですね、は、第4位にしました。で、理由は、まあ大事なんですよ。大事なんですけど、あんまりそんなボンボン出るもんじゃないかなっていう、まあ出るときは出るけど出ないときは出ないっていうものですし、まあね、やることも公式を覚えるだけだったりとか、まあ極限もそのリミットの CW のサインシータ絶対使うって分かってるじゃないですか。もう絶対そうだと分かってる。複素数平面ももうドモアブルを絶対使うって分かってやるので、まあまあそんなにこう難しくはないんですけど、出るときは出る、でも出ないときは出ない、で出てしまったらやってないと必ずできないっていう分野になってきますので、まあ一応第4位になります。まあ 1A2B の他の分野でそんなにまあ重要度が高くないので、ここに比べたら重要度高くないかなと思うので、まあ一応数三のその他の分野っていう風にしました。ただこれとまあ同率で悩んだのが数学2の図形と方程式になります。で、図形と方程式に関しては、まあ、これ非常に、まあね、ここまで習って、数三まで習って、うっすらね、重要性が分かると思うんですよ。つまり、その、数式になっているものを図形に起こす。図形になっているものを数式にするっていう、この対応ですよね。つまり、これまでやってきた、その、平面幾何に当たるところと、まあ、数的な処理、代数に当たるところですよね。代数学っていうところの連結をしてくれてるっていう分野になるので、非常に重要な分野になるなっていうのが、まあ、分かってるんじゃないかなと思うんですよ。分かってるけど、いやー、まあ、そんなに出ないしなと。こっちで忙しいしな、まあまあいいか、できなくてもみたいな感じで、まあずるずるとね、後ろ倒しにしてると思うんですね。で、まあこの分野の、出来が悪かったとしても、そんなに模試でガンガン聞かれるってことない。この辺は聞かれるんで、できなかったらバレるんですけど、ここって逃げれるんで、まあやらないっていう人もいるかもしれませんが、いや図形と方程式はできるようにしといた方がいいんじゃないのっていうふうに思いますね。特に、まあ、二次試験とかでもね、この図形と方程式の絡みっていうものが分かってればスッといけるけど、分からなかったら一生無理っていう問題も出ますし、まあ 1A2B にしては、まあ文系出身のね俺からしたら 1A2B にしては数三までの絡みの中では、まあ、最も難しい分野の一つなのかなって、図形と方程式は思いますので、おそらくこの動画を見て理系の人、かなりレベルが高い人でも、図形と方程式かと、奇跡化できるかな、大丈夫かなっていうのがちょっと不安な人もいるかもしれません。ぜひ、図形と方程式、まあ、この複素数平面とかがね、もう大丈夫だ。あるいはまだ学校でやってないっていう場合は、図形と方程式が、まあ、第4位の優先順位になってくるかなと思います。そして、まあ、図形と方程式と同様、まあ 1A2B でやる割にむずいなっていうところが6位、整数ということで、まあ整数はね、重要ですよ。重要ですけど、まあ項楽編って頑張ったらなんとかなるじゃないですか。頑張ったらなんとかなるんですけど、整数は頑張ってもなんともならんですからね、頑張ったところで。なので、まあ一応6位というところになります。まずはこの辺の努力が報われるところをきっちり固めた上で、まあ6位ぐらいで、整数問題もできるようになってればいいなと、せめてやっぱりチャート式フォーカスゴールドに載ってるもんぐらいはとりあえずできるようにしていただいて、そっからまあ時間的余裕があればまあ整数でもやってみるかねっていう風にしていただくのがいいんじゃないかなと思います。まあただですね、この整数に関してはまあ本当にね、できるときはできますけど、できないときはできないので、ちょっと厳しいんですよね。やったところで努力は報われるとは限らないですから、まあ一応6位というところになります。よく出ます、よく出るんですけど、まあ優先順位としては低めにさせていただきました。はい、で7位ですね。7位は数列というか、まあ全化式になります。でこれはね、なんで7位かっていうと、まあめっちゃ大事なんですけど、できるでしょう、多分できると思うんで、まあ7位にしました。もしね、全化式ちょっと苦手だっていう場合は、その極限とかそっちの絡みでしんどくなってくる、確率も確率全化式の問題でしんどくなってくるので、
まあできるようにしといてくれというところになりますね。ただまあこの7以降ですね、まあ例えばですけど三角関数とか指数対数、まあ二次関数とかに関しては、できるよね。もう多分大丈夫だと思うので、まあ理系で多分この辺が全く分かってないってことないと思うんですよ。で分かってなかったらもうこの辺で詰むんで、まあ大丈夫だと思うんですけど、もし分かってない場合は、ここを勉強するためにここをねやっていただきたいなと。だから今理系だとで数学2を学校で習ってるんだけれども、この辺苦手だとかね、あるいはまだやってないんだけどっていう場合は、ここが分かってないと、こっちに繋がらないので、まあ三角関数とか指数対数は結構しっかりめに勉強していただければなと思います。まあ二次関数が分からんっていう理系あんまりいないと思うんですけど、これもね場合分けができないと困るんで、まあ一応二次関数が、まあ、この8位タイというか、まあ他のありとあらゆる分野が8位以下になるかなと思います。まあ一応その中では数学の全科式、フレップの全科式が最も、まあ、習得状況が甘いのではないかと予想されるので、一応7位フレップ、8位はその他というふうにさせていただきました。であとはまあデータの分析とかね、もうえんちゃうっていう、その、分散とか出ないですからね。一生出ないんで、その後、共通テスト対策やるまでは出ませんから、まあ、忘れてもらっていいですよと。まあ、仮に模試とかでね、できなかったとしても、全然もう、オールオッケーです。こっちができていれば、しばらくは大丈夫かなというところになりますね。はい、ということで、数学の優先順位、理系編ということで、まあ、理系数学における、まあ、優先順位を、紹介しました。まあでもやっぱりここですよ。これができてれば、まあ大体は大丈夫です。これができてれば自動的にここもできてるってなりますし、まあここもできてるって言えますし、まあ、これができるってことは計算力もそれなりにあるんで、まあベクトルとか図形方程式とかでも、まあ方向をね、その解法を忘れてるってのはあるかもしれませんが、まあやればすぐ思い出すと思うんですね。で、整数とか確率に関してはちょっとセンスがいるところになりますので、まああれなんですが、こっちはできるようにしてほしいかな。確率はちょっとできるようにしてほしいですね。整数も一応基本問題はできるようにしていただいて、まあまあそれなりの問題は解けるけど、難しいのが出たら難しいとしんどいっていう感じにしてもらって、基本確率は取れるよとか、そういう風にしてもらったらまあいいかなという風に思います。あとはまあ理系なんで、それなりに容赦がない出題の仕方がされてきます。で、他の受験生も結構できるので、計算ミスをしないだとか、基本的な解法をバッチリ押さえておいて、まあいろんな分野で勝負できるようにしておきながら、まあ迷ったらこの辺から順番に強くしていくっていうのがいいかなというところでした。もちろんこの動画を見てる理系で、まだ習ってないと、当然数算を最後までやってないとかね、複素数平面って何それとか、そういう場合はこの辺とかはまあ最初はやらないでおいて、もうすでに習ってるであろうこの辺とかね、この辺とか、まああとこの辺とかですね、を習得してもらって、後に、一番大事な、まあ、ラスボスとして出てくるこの微分積分に備えてもらえたらなと思います。ということで、数学の優先順位理系編でした。今回のこれで以上で、復唱お疲れ様でした。